赤い竜、赤い竜、ウェールズ語で、Y, ズライグ語ック、IPA, アズライグ語 o ホは、ウェールズの象徴たるドラゴン、ウェールズ語でドライグドライグのことである。ウェールズの国旗にも描かれている。英語では、ウェルシュドラゴン、ウェールズのドラゴンとも呼ばれる。2世紀に小アジアで大勝利を得たローマ軍が、パルティアやダキア人の使っていた蛇のような軍旗、ローマ人はこれを、ドラコ。 ドラコと呼んだお知り、それを持ち帰ったものとされる。ローマ皇帝トライアヌスはこれをローマ軍旗として、竿の先につけることを命じた。主に招待に使用されたという。当初のローマ軍旗は紫のドラゴンであったともされる。ローマ軍がこのドラゴンをローマの属州、ブリタニアにもたらした。西暦五世紀初頭、ローマ軍がブリテントから撤退して以降、 ブリトン人がこれを軍旗として使用したことから、ケルトの象徴として用いられた。ローマ軍撤退によって生じた軍事力不在のブリテン島に、サクソン人やアングル人が到来した。そこで、ブリトン人とサクソン人の戦いが始まる。赤い竜はウェールズの象徴、白い竜はサクソン人の象徴であったという。これは、両者の民族がぶつかり合った時代の伝承である。 ブリテンの大君主、ボーティガン・ウルティゲルヌスは、サクソン人傭兵の反乱により、ウェールズ方面へ退却した後、魔術師たちの助言を受けて、堅固な塔を建設しようとした。ところが塔を築こうとしても基礎が一よにして地中に沈んでしまう。そこで、王は再び魔術師たちに相談すると、生まれつき父親のいない少年を探し出してその地を、祖籍のモルタルに振りかける。 よろしいと言われる。そして馬を父に持つ少年、マーリン、メルリヌスが、生贄にえとして見出され、王の前に連れて来られる。王が事情を説明すると、少年は魔術師たちを呼んできてください。彼らの嘘を証明いたしましょうと言った。そして王と召集された、魔術師たちの前で、王様、土を掘り起こす、陽光人たちに命じてください。そうすれば、党の基礎の地下に、 水たまりが見つかるでしょ。そのせいで基礎が沈んでしまうのですと告げた。ボーティガンが半信半疑のまま塔の下を掘らせてみると、果たして水たまりが出てきた。マーリンは王の魔術師たちに向かって嘘の上手なおべっか使いの方々を。水たまりの下には何があるかご存知ですかと問いかけ、王には池の水を抜き取るよう命じてください。すると皆こには空洞になった石が二つあって、 その中に竜が眠っているでしょうと言った。ボーティガンが水を抜かれた池のほとりに座していると赤い竜と白い竜が出現して戦いを始めた。一時は劣勢と見えた赤い竜は勢いを盛り返してなんとか白い竜を退かせた。驚いているボーティガンにマーリンは赤い竜はブリトン人で白い竜はサクソン人だと説明した。さらにこの争いは コーンウォールのイノシシが現れて白い竜を踏み潰すまで終わらないと予言した。彼の予言は、コーンウォールのイノシシことアーサー王がサクソン人を破るという形で成就されることとなる。その後、ボーティガンはサクソン人と共に暴税をしく、そのため大陸に逃れていた反乱軍が次々結成され、とうとう、ボーティガンは討ち死にした。ボーティガンの死後、 ブリタニアを治めていたアンブロシュース・アウレリアヌスも殺され無政府状態となった。アウレリアヌスの弟ユーサーペンドラゴンはサクソンとの戦いの最中で軍を率いていたが、その時突然空に明るく輝く大きな星が現れた。その星はまるで燃える火の竜のようであった。光の王を引き、その一つはガリアを指し、もう一つはアイリッシュ海を指していた。一体、 あの彗星は何を意味するのかユーサーは、魔術師マーリンを呼んで尋ねた。そこでマーリンはニー・アウレリアヌスの死を告げ、悲しみに暮れながらも、ブリトンの民がサクソンに勝たねばならぬこと、あの星の筋がユーサーに生まれるという息子が立派な王になることを示していること、子孫は皆ブリタニアを治めていくだろうということを語った。ユーサーは、兄の死を嘆きつつもサクソンに勝利した。 新たな、ブリテンの王となった、ユーサーは、火の竜の星を記念して二匹の黄金の竜を作り、ペンドラゴン、ペンドレアガンという称号で呼ばれるようになった。この称号は、ウェールズ語、ブリトン語で、竜の塔を意味する。ブリテン王スイーに尋ねた。スエベリスは、任意上の国の竜に、他国の竜が襲いかかろうとしていて、そのために、ブリテンの竜が恐ろしいお叫び声を上げているのだと、 告げた。スエーベリスは2匹のドラゴンを封印する策を進言した。ブリテン島の東西南北の中心地に穴を掘り、そこに蜂蜜紙を大量に注いだ桶を置き、その上に絹の布をかぶせるという策略であった。そうして、準備を整えて見張っていると、相争う2匹の竜の姿が見えたが、そのうち激しい戦いに疲れ切って、両者とも穴の中の桶の底に落ちていった。 ドラゴンたちは、蜂蜜酒の中でやがて酒に酔い、深き眠りについた。スイーツ王はこれを見て、絹の布で二匹を包み、さらに石でできた箱に閉じ込め、地中深くに封印した。この場所は後に、ディマスムリスと呼ばれ、ボーティガンが鳥を築いた伝説の舞台となる。こうして竜は二匹とも封印されることとなった。ドラゴン関係本などに記載されている、ドラゴンの説明において、 大抵は西洋世界におけるドラゴンは邪悪とされるとあるが、現在のウェールズでは土地も国民も我々は赤い竜であとしており、赤い竜は国や民族の象徴、化身である。またラグビーウェールズ代表は愛称はレッドドラゴンであり、強豪チームとして恐れられたこともあった。そのためウェールズはドラゴンイコールハート、精神の国として有名である。 ウェールズ州とカーディフの式では、竜が旗を持ち、その横に、リーキが植えられている。プランタージネット町のヘンリー三世は、ドラゴンモンの旗を、ウェストミンスターのセントピーター教会に旗を寄進し、安置させたという。この時のドラゴンモンも赤い竜であったという。ヘンリー三世は、ウェストミンスター寺院を大改築したことでも知られている。チューダー町のソヘンリー七世は、 自らの王権を正当化するために、アーサー王伝説と絡めつつ、ウェールズ国につながる血筋を最大限に利用した。ゆえに、ロンドンシティの紋章も、チューダー家の流れを組む紋章であり、首都ロンドン中心部の象徴となった。ただしシティのドラゴンの色は、石流ではなく、赤が混じる銀流となった。石流は、アーサー王の象徴でもあり、 ウェールズだけの竜ではなく、英国特にイングランドの象徴の一部にもなったので、ある。ウェールズの旗が現在の形になったのは1950年代のことである。1959年にエリザベス二世によって公認されたウェールズの旗には、1807年にウェールズの副文章のデザインに使われた、右前足上げて左に向かって歩く姿の竜が描かれている。 なお、1801年に、現行の形に制定された、英国の国旗は、連合王国の源流である三王国、イングランド、スコットランド、アイルランドの象徴を組み合わせた旗になっているが、比較的早期に、イングランド王国と統合された、ウェールズの象徴は組み込まれていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。